福原美和は日本の元フィギュアスケート選手。1960年スコーバレーオリンピック、1964年インスブルックオリンピック女子シングル日本代表。祖父は資生堂創業者の福原有信。現在はフィギュアスケートコーチ、早稲田大学スケート部フィギュア部門監督、東京都大田区出身、森村学園高等部を経て、早稲田大学、 第二文学部西洋史学専修卒業。小学校2年生の時からスケートを始めた。本人の弁によれば、親は最初はテニスをさせようと思っていたが、体が小さくて、ラケットを振り回せないため、スケートをやることになったとのことである。稲田悦子に指示し、全日本フィギュアスケート選手権で6回優勝、第37回から第41回まで5連覇。 世界選手権で6位となり、日本人女性初の入賞を果たした。冬季オリンピックは、スコーバレーオリンピックとインスブルックオリンピックの2、大会に出場。インスブルックオリンピックでは、フィギュアスケートにおいて、日本女子選手初の冬季オリンピック入賞を果たしている。高知転校後は、ヤギ沼純子を育て、渡辺真にも15歳で、アイスダンス転校するまで教えていた。 NHK 連続テレビ小説、テルテル家族に登場する、福島美希のモデルとされる。スポーツレフレンス、朝日新聞昭和39年3月29日長官記事1960年代の世界選手権女子シングル成績。ありがとうございます。